あなたの心にいるハート。というわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートです。今日はね、これまでの動画の総集編をお送りしたいと思います。たまにはね、こう自分を振り返ることも大切かなって思いまして、決してね、決してネタが切れたとか撮れ高が悪かったとかそういうわけではないです。それでは早速5分でわかるいるハートを見ていきまーっしょい。大好き。この度コンパイルハートの公式バーチャル YouTuber に任命されました。赤いメガネの社長の一声で生まれたコンパイルハートの最終兵器、イルハートだよ。え？クビ？ふざけんなよ、責任者だ。大好き。どれも大変そうな目標ばっかりだけど、すっごい夢があって楽しそう。でも、なんかパクリっぽいのがない？3番とか8番とか、これ大丈夫？あ、でもイルハート歌うの大好きだから、9番の歌手デビューでライブイベントはすっごいやりたい。それに2番もね、ちゃんと共演とかまさに夢だよね。あなたが想像しているキャラクターは名前に横棒がつく。これは来たんじゃないですか。つきます。はいはい。エレさん、はじめまして。イルハートと申します。いつも動画見てます。今日は皆さんお待ちかね、ゲーム実況をやってみようと思います。待った、てめえこんな野郎、いかさまだ。くだらねえ真似すんじゃねえ、俺にじゃねえ、ハイに詫びるんだよ。どういうこと？現状に満足していますか？はい、してまーす。なんでこれ聞こうと思ったの？これはね、これは分かりました。庭のホース。またはピーナッツ。違うよ！パンじゃないよ！またはジャガイモ。またはブレスレット。わかりました。ブレスレットじゃないよ。待って待って、私の名前の。またはノー。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。やばい。アイテムってさ、なんだろう。あ、詳細はこちら。おもてなしセット。あなたの心にいるハートと、いるハートのエアプ。笑いながら、怒りながら、あー、責任者、食べながら、ノースウェールズコースト線という電車の駅にスランバイルプールゴーイングルゴーゲルクビリュンドルブルンランドスリホーゴコという駅があります。空虚な九州空港吸客高級航空機、空虚な九州空港吸客高級航空機、空虚な九州空港。落ちませんよ。謝罪会見は以上です。
というわけで5分でわかるイルハートどうでしたか。これからねみんなにもっともっと好きになってもらえるようにイルハートは頑張っていくので、よかったらチャンネル登録とツイッターのフォローも